安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さん、安田雅史です。お元気でしたか？こんばんは、的場浩司です。よろしくお願いいたします。今お聞きのこの番組セカンドベースは、若手俳優安田雅史と的場浩司の2人で進めてまいります。そしてこの番組セカンドベースは、再編集映像配信版として約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いしておきます。それではパーソナリティを務めさせていただきます。僕、安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれです。栃木県出身です。高校までは野球漬けの生活でしたが、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。いつかはですね、幼い頃からずっとやってきた野球に関わる作品に出演することが夢ということで、もうそれをにそういう夢を持って頑張っております。そしてこの秋、ブルガリアソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にて僕が出演した映画22世紀寓話が招待上映されました。次もヨーロッパなど海外でもご覧いただける作品などにですね、積極的に取り組んでいきたいなと思っております。皆さん、改めまして的場浩司です。山形県酒田市出身の22歳、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学しております。現在は少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップや DVD レッスンなどで日々勉強しております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って頑張っていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは、お楽しみプレステージのコーナー。さて、このコーナーは浩司くんがですね、月前半の放送で担当してくれている今月のプエリポートに連動する形でですね、浩司くんがこれから見に行こうと思っている舞台などの上映情報を、彼の好みというか、いわゆる独断と偏見でご紹介してくれるコーナーです。はい、今回、ご紹介させていただきたい作品は、2つになっております。はい、1作品目は、風博士という作品です。はい、公演日は11月30日から12月28日、こちら東京公演の場合ですね、東京公演の場合こちらの日程になっております。はい、場所は世田谷パブリックシアター。出演者は中井貴一さん、段田康則さん、吉田羊さん、趣里さん、他多くの方々が出演されております。こちら拝見させていただきたいと思った理由はですね、はい、こちら中井貴一さんはですね、僕が当時15歳の時に、2012年の放送ですね、放送のフジテレビ系列のドラマ、最後から2番目の恋を拝見して、はい、本当になんかこう、なんか別の違うなという感覚がありまして、うん、それからいろんな、映画等で拝見させていただいておりまして、うん、今回舞台ということで拝見させていただきたいと思いました。はい、またこちらはですね、パンフレットの方で、その表紙がですね、本当に昭和の家族を彷彿とさせるようなこう写真でして、それにすごい興味を持ちました。この日本の一流と言われるこう俳優さんの演技を生で拝見したいと思い、こちらの作品選ばさせていただきました。はい、2作品目は、笑福亭鶴瓶落語会になります。はい、公演日は12月5日から、12月8日、場所は TBS 赤坂アクトシアター。出演者は、笑福亭鶴瓶さんになっております。はい、こちらを、拝見したいと思った理由はですね、こちらも昔本当に小学校の頃から昔からテレビで拝見しておりまして、NHK 総合テレビで放送されております、鶴瓶の家族に乾杯をおばあちゃんと一緒に見てたっていう思い出がありまして、はい、すごい懐かしい思い出があるのと、最近今もやってるんですけど、今のも最近見て本当に懐かしさを感じながらやっております。で、大人になってくるにつれて、その鶴瓶さんが、落語の方だっていうことを知りまして、はい、そこからこう実際にこう落語を聞いてみたいと思い、こちらの作品、選ばさせていただきました。はい、以上、今月のプレイステージのコーナーでした。スペシャルゲストのコーナー、改めまして、現在放送中の番組セカンドベースは、安田雅史と的場浩司でお送りしております。さて、ここからはこの番組始まってのきちんとした方のゲスト様、はい、確かに今まで、新人女優や、はい、前の番組でミクさんや、松本さんのほか、いろんな方に
ゲスト、来ていただきましたが、まあ、今回は本当に大人の社会人、はい、まあ、ザ先生にお越しいただきました。婚活料理カウンセラーで、愛され飯協会代表の青木由美先生です。先生どうぞよろしくお願いいたします。青木です。どうぞよろしくお願いします。します。それではまずですね、はい、まあ、今回のスペシャルゲスト青木由美先生について簡単にご紹介いただきます。よろしくお願いします。はい、青木由美先生は千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し、調理師免許を取得。その後、専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されます。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方をだけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの、婚活方法を提案する愛され飯を確立されております。現在は、食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。そして、現在うちの事務所の先輩女優、佐々木千秋さんと一緒に、ここ市川うらら FM で、毎月第2、第4火曜日夕方6時から放送の愛され召し上がれではレギュラーパーソナリティとして、ご活躍中でいらっしゃいます。はい、ありがとうございま す。おそらく、まあ、ほぼ初めまして、はい、なんで、まあ、いきなり失礼なことを、まあ、お伺いするようになってしまうんですが、まあ、なぜ僕らのこのセカンドベースをの番組に出ろうって思われたんでしょうか。あの、私中学生の時に演劇部だったんですね。はい、なのでこう演技とか、はい、そういったものすごい興味があったので、あの YouTube の再編集映像版も見ていてですね、あ、嬉しいです。興味持ってたのでぜひ出たいと思いまして、はい、ありがとうございます。実はですね、僕これもしかしたら僕だけの質問になるかもしれないんですけれども、青木先生がこう愛され召し上がれを始められた時期が、僕がこうラジオパーソナリティとしてこう始めさせていただいた時期よりも先になるので、こう先生の方がこう先輩に当たるんですけれども、こう唐突な質問になって申し訳ないんですけれども、こうラジオはもう慣れたでしょうか。あの、私15年ぐらいこう専門学校とかでも先生としての仕事をねずっとこうしてきてるんですけれども、あのついねもっといろいろなことを伝えたいなっていう気持ちが強くて喋りすぎちゃうのがねちょっとなんですけれども、まあ喋るっていうこと自体は好きなので慣れましたね。あ、なるほど。その緊張とかそういうのももうなく。そうですね、だいぶ減ってきてます。なるほど。星君は大丈夫？そうですね、僕はそこまで喋り続ける逆に苦手。あ、なるほどね。だけど頑張ってますね。今日はね、はい、この先生の、はい、見習って、はい、よろしくお願いします。お願いします。これもあの根本的な質問になってしまうんですけれども、はい、なぜこの料理学校の先生から、まあ、ご自身で会社を起業されて、まあ、婚活料理のカウンセラーを始められたんでしょうか。私あの料理ってコミュニケーションの一つだと思ってるんですね、はい、で、まあ、ただ食べるだけとかっていうのももちろん料理なんですけれども、はい、あの忙しい女性でもあのさっと料理を作ることができれば、まあ、婚活もねうまくいくようになりますし、でさらにその食事を通してコミュニケーションがどんどん増えていけば、はい、もっとねこう明るい家庭だったりとか、はい、こう幸せな結婚できる人が増えるだろうなっていう思いから始めてるんですよ。そうですね、確かにそうですよね、はい、食事ってね結構大事ですからね。大事ですね、毎日するものですからね、うん、そうなんですよ、うん、実際あの料理がうまくなると婚活っていうのはうまくいくものなんですか。行きますね。あの料理ってボケ防止のためにとか、うん、なんかこう健康にいいからとかいろんなこと言われるんですけど、はい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 、1日20分間料理をずっと続けていくと、はい、脳の中の前頭前野っていう部分が活性化されるんですね、はいはい、でこの活性化されるとコミュニケーション能力とか、はい、あとは感情表現の力とかがどんどんアップしていくんですよ、はい、なのであの料理もやることによって婚活がうまくいくっていう風になってるんですね。あ、なるほど。20分そうですね簡単なものでいいんですよ。20分間、それだけでもその脳が活性化されて、ええ、何でもうまくいくと。そうなんです。いいですね。コミュニケーションもねどんどん記憶力とかも良くなるんですよ。あ、確かに結構なんか考えますもんね、料理。そうですね、いろんな工程がありますからね、はい、組み立てていかなきゃいけないし逆算も必要になりますし、だから仕事とかがこううまくいくようになる方とか、
あとは生徒さんでもお給料アップする方とかいらっしゃいます。うーん、嬉しいですね。なるほど。まあ、ちなみにあの婚活料理カウンセラーとは、まあ、具体的にちょっと教えていただきたいんですけれども、どういったお仕事なんでしょうか。あのただこう料理をの作り方を教えるっていうだけじゃなくて、こう作る相手の味に、はい、相手の好みの味に合わせるっていうことによって、はい、あの相手にね喜んでもらう、 こうコミュニケーションを取るっていうことなんですけど、あとはあの料理を作るハードルを下げることによって、私できたっていうね、こう成功体験から自信をつけてもらって、でこう輝いてもらう、そのためのサポートをする仕事です。あ、でも確かにそうですもん、料理ってなんか達成感もありますもんね。そうですね、ちっちゃいものでもやって、それがどん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 積み重なってってレベルアップみたいな感じで、はい、毎日毎日ちょっとずつちょっとずつレベルアップしていきます。コツコツですね。とりあえず今あの料理をしたことがないっていう方でも、とりあえず始めてみてから、その料理のその感覚っていうのが養っていけばいいってことですよね。そうですね、はい、でもなんか食わず嫌いみたいなのありますよね、うん、料理なんかありますね、めんどくさそうとかなんか億劫になっちゃうっていうありますよね。一番最初はねこうちょっと大変そうだなっていうイメージがね。でも10分でっていう先ほどおっしゃってましたけど、まあ20分か、はい、20分ぐらいあればあの料理はできるっていう風に聞いたんで、あのやっぱ それそんなもう1日の20分なんてもうね、ほんの一部じゃないですか、それだけでもその自分が自分磨きじゃないですけどなるんだったら、まあ、それはさすがすごいいいことだなって僕も感じましたよね。そうですね、はい、実際あれなんですか、その結構その婚活料理カウンセラーっていうのは女性の方が多いですかね。まあ、うち生徒さんとかですとこう女性限定でこうレッスンをやってるんですけど、うん、はい、ただこう男性でもやっぱりお料理って大事じゃないですか、まあそうですね、自分の健康のためもあるし、はい、それから先ほどのねあの感情のコントロールとか記憶力アップとかはい、はい、なのであの男性でも参加ができるこう料理のレッスン、もう女性も男性もみんなで一緒に学ぼうよっていうのを月1回開催してます。あ、それ婚活になるんですか。ここはね婚活とか関係なくどなたでも参加していただいて、うん、料理というその一つのカテゴリーでみんなでみたいな、ね、そうですね、もう料理興味がある人だったら皆さんどうぞっていう形です。ちなみにそれはあの、まあ、僕あの料理って全くできない人間なんですけれども、そういう初心者でももちろんです。あ、本当ですか、ええ、なるほど、じゃあ今度行ってみようかな。まあまあ、まあ、行くかどうかは、うん、まあしょうが時間があれば。そうですね。あの聞くところによりますとですね、まあ、先生は本を出版されているようですが、まあこちらのですね、はい、今先生からいただいており、プレゼントをさせていただきます。この本ですね、を出すようになった、この本を出すようになったきっかけですね。この愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるという本のタイトルになっておりんですが。あのレシピ本って世の中いっぱい本屋さん行くとね、はい、こうダーって並んでるじゃないですか。あのレシピ本はたくさんあるんですけど、はい、やっぱりただねレシピ通りに作るっていうのでは胃袋ってこうつかめない、人によって好みの味って違いますので、はい、なのでどちらかというとこう考え方だったりとか、料理ってちょっと大変だよなって思っている方に、料理ってそんなにこう大変じゃないんじゃないってこう楽しみにしてもらえる本が作りたいなと思ったんですよ。なので今回はレシピ本というよりもこう考え方とか、もっと楽に作るためのこうノウハウだったり、そういったものを詰めた本にしました。なるほど、まあ、確かにレシピ本見るだけでもザーって書いてあるだけですもんね。 これはこうする、これはこうする、そうですね、指示書みたいな感じですね。なんかそのなんでしょう、料理って僕のな考え方の一つなんですけど、なんか温かみみたいのが欲しいなっていうのは思ってるんで、うん、なんかそのレシピ通りに作るっていう、まあそれも一つの、まあそのスキルがないとダメだと思うんですけど、この先生のこの本ですね、あのちょっと後で詳しく、あの読ませていただきますけれども、はい、あのこれを見てですね、この料理っていうそのハードル、さっきおっしゃいましたけど下げるという、そう、はい、そういうのすごいなって僕は思いますね。特に男性の方がハードが高いですよね。なんか面倒くさがっちゃうっていうのもありますよね、うん、そうですね、本当に一人暮らしとかの方とかだったら、うん、まあ、なんとかやるかってはなると思うんですけれども、やっぱり実家とかの方がこう誰かに作ろうとかって思うことって、ね、特にその要は
結婚とか、うん、その要は誰かと暮らすことになるとかじゃないと、うん、ないんだなっていうのを、うん、本当にあのホームページもあの見させていただいてるんですけども、それ見てすごい感じましたね本当に、はい、料理ってそのコミュニケーションツールだっていう、うん、確かにすごい思いましたね、やっぱりね作りながらもねこう一緒に作るっていうのでもものすごい会話が取れますしね、料理の時だけでもみたいなのありますけどね、先生あの聞くところによりますと、まあ、先日、まあ、某ドラマ制作において、まあ、取材を受けられたとか。そうなんですよ、あの私もねずっと原作を読んでたものが、はい、こうドラマ化ということで、はい、取材いただいたんですけど、はいはい、あの料理婚活、まあ、婚活の料理教室ってどんなことをやるのかとか、はいはい、あとはこう流れとかね、はい、お客さんが来た時にどんなことをするのかみたいなねことだったり、あとはあの何人組でこうメニューを作るのかみたいなことをですね、あの取材いただいて、それが元にドラマが作られたので、はい、今から放送がすごい楽しみなんですよ。なるほどなるほど、あの僕もあの特にこうドラマの現場とかに行って結構緊張とかなさいましたか？あ、緊張しましたね。あのドラマってこうやって作られるんだっていうのが、はい、こう初めてこう見に行ったので、あーって思ってからですねドラマを見る見方が変わりましたあ、確かにそうですよね変わっていきますよね。それそうですね、初めての経験ってやっぱり大事ですね。そうですね、はい。実際にあれドラマに行かれたということなんですけども、うん、僕も実際ドラマに最初の頃はすごい緊張しちゃってきつかったんですけどでも本当にねそのいろんな形で参加されるんだなっていうことに気づいて、うん、面白いなって思いました。そうですよね、はい、でもさっき先生あのおっしゃってましたけど結構やること多いんですよね、はい、その取材っていう、僕取材とかないんですけど、うん、こうしてこうしてって指示ではないです、監修っていう感じで。そうですね、いろいろ聞かれて、まあ、こうなんかやること多いんだなっていうのをちょっと僕聞いて感じましたね。あの取材の時はそんなに緊張しないんですよ。あなるほど現場に行ってみた時に、うん、そうですね。あなるほど。しかもそんな青木先生なんですが、まあ、今度、まあ、僕たちが出演する映画にフードコーディネーターとして、まあ、ご協力いただけるとか、まあ、それもですねなんと僕が、まあ、料理好きという設定で、まあ、ネタバラシをしてしまいますと、もう僕が劇中で作る料理やスイーツは全て先生がお考えいただくということなんですが、まあ、今回このフードコーディネーターとしてなんかポイントとかそういうものがあればちょっとお聞きしたいなと。あのまず最初に考えるのがこうどんなシーンなのかっていうことと、 あとあのどんな性格の人が作るのかなんですね。あのこだわりが強い方が料理を作るっていう場合はですね、野菜のサイズ全部こう均等にね大きさ揃えていって、しっかりと作りますし、あとはあの女性らしい感性持っている方が作るっていうのであればこうカラフルにするとかね、そうやってこう台本から読み取っていくんですよ。あ、なるほど。じゃあそういう考えですと、あの僕たちがやる役者として、うん、まあ、役作りっていうのがあるんですけど、それあのその登場人物はこういう人間だから、うん、多分この言い、セリフの言い回しはこうだろうなっていう風な考えることがあるんですけれども、そう考えるとやっぱフードコーディネーターもなんかちょっと同じような部分があるんかなっていうのを感じましたね。はい、よく似てると思います。似てますよね、はい、この人物はこうだからこうなるんだろうなっていう、そうですね、自立合わせですかね、そう、なるほど。そういうことでそうですね、はい。じゃあこのあたりで、今回のゲスト、婚活料理カウンセラーの青木由美先生から告知をお願いいたします。はい、毎月第2第4火曜日の18時から市川うらら FM さんで、愛され召し上がれを放送中です。はい、そして書籍の彼の心と胃袋をつかむ愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるは、絆出版から税込み1540円で書店やアマゾンさんで発売中ですので、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今回のスペシャルゲストは、まあ、婚活料理カウンセラーで愛され飯協会代表の青木由美先生でした。青木先生、お忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、スペシャルゲストのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。まあ、今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。
そしてですね、今回、エンディングのお時間に青木先生にもご一緒させてもらっておりますので、今回の放送いかがでしたか、青木先生は。いや、なんかこう演劇の話とかこう、はい、演技の話とかね、はいはい、もっとしたいなって、懐かしいなっていう気持ちがすごいあって、過去の、そうそう、中学時代にこう戻った感じがします。もっと話したいみたいな演技そうですね、僕からすると料理の話をちょっと面白くしたいなと思う。今回は料理というか、今回は料理、そうですね、次はみたいな、次は今度演技の話をぜひぜひ。できたら、できたら、ちょっとゲストにもね来ていただきたいと思いますし、楽しみにしてます。本当ですか、ありがとうございます。今回青木先生にも初めてゲストで、僕たち、はい、初めてです。講師君にだってもう初めてでね。そうですね、事務所の所属してる新人女優の方っていうのは前にもあったんですけど、今回みたいに青木先生みたいな方には初めてなので、すごいね、緊張、はい、緊張してガチガチにならなくて怖くないですか。誰も食わねえよ。大丈夫ですよ。なるほど。いやいや、でも今回僕、うん、青木先生のこの本ですね、彼の胃袋、心と胃袋をつかむっていうこの初めのタイトルのですね、ですけど、はい、母親がすごい私はその僕の父親のことを胃袋をつかんだみたいなことを言ってて、素敵なお母様。やっぱり胃袋をつかむっていうのは、まあ、心をつかむと胃袋をつかむってもう一緒なんかなって一瞬思いました。そうですね、もうね、やっぱりこうコミュニケーションがちゃんと取れてないと胃袋をつかめないですので、きっと仲のいいご両親なんですね。まあそうですね、一人暮らししてから本当に気づいたのが、母親の料理ってすごいあったかいなって、温度の話じゃなくて、やっぱりその、まあ、僕のために作ってくれた料理と、やっぱそのコンビニ弁当とかそういう惣菜の弁当ってやっぱ違うなって思いますね。心がね、はい、こもってるって愛情ですね。本当にそのやっぱ美味しさも違うんかなっていうのは思いますね。たまにその実家とかに帰ったりして、その手作りの手料理っていうのを食べると、あ、やっぱなんか美味しいなとか、あと懐かしいっていうのもあるんですけど、やっぱこういう料理作ってくれる人いいなっていうのは思いますね。じゃあぜひそういう、ね、そういうね、逆に掴んでもいいと思いますよ。僕が、男性でも、そう、男性で料理ができるって素敵ですからね。確かにそうですよね。やっぱ家に帰ってきてその料理ができてるっていうこのありがたみすごいですもんね。本当に一人暮らしをしても思わない？思いますね。今僕も来て上京して一人暮らしなので、やっぱり帰るとなったよ、夏とか冬とか、決められた日しか帰れないんですけど、やっぱり出てくるご飯ですら本当に違う味がする、ね、愛情なんでしょうけどね。いいですね、はい、本当に。だからその料理ってやっぱいいことしかないかなって思いますね。質問コーナーみたいな、スペシャルゲストコーナーの時にも、料理をするだけでメリットすごいあったじゃないですか。その脳が活性化される、記憶力も上がるし、コミュニケーション能力も上がるし、あと時間管理術できますね。なんかビジネスにおいて必要な力 が、はい、揃ってます。揃ってるじゃないですか。だからなんかそういう意味だとやっぱもう料理って女性だけじゃねえなっていうのは本当に感じましたね。そうですよね、やっぱり男性でもそういった能力、仕事には絶対必要ですし、料理ができるとこう夫婦関係とかね、カップルとかでもやっぱりね、両方できた方がいいですからね。そうですよね、あれですよね、その先生のその教室にはなんかそういう婚活じゃないですけど、その恋愛相談じゃないですけど、そのもうなんかされたりやっぱ受けるんですか、生徒さんから。そうですね、彼とどうやって一緒にこう2人で料理をしたらいいかなとか、もっと仲良くなるためにはなんていうのももちろんそうですし、どうやって彼を作ろうかなみたいな、そこからもあります。じゃあいろんなそのタイプ その悩みがありますけど。そうですね、でも料理ってこうできれば自信がつくので、自然とこう自分自身が自信を持ってこう胸張って笑顔でこう毎日が過ごしていけるようになるので、うん、そうするとこう見た目も変わってくるじゃないですか。そうですね、キラキラ輝いてきて、はい、そこがやっぱり恋愛うまくいく一番の根底の部分かなと思いますね。なるほど。ということで今回いろいろ料理について語っていただきました。次回もしお時間があれば
次はあの演技の方法で方もしよかったらリゲストということで、ぜひぜひ、はい、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。それと青木さんですね、はい、すいません皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。